どうも皆さんこんにちは、M足です。今回は前回極ベヒーモスをソロで討伐できたので、エンシェントレーションを倒していきたいと思います。もちろんソロでね。で、エンシェントレーションを知らない方にちょっとだけね、簡単に説明すると、まあウィッチャーコラボで登場したモンスターなんですよ。最初レーシェンというモンスターが出てきて、その強化個体としてエンシェントレーシェンが出されたんですけれども、ヒットポイントがね本当にやばいんですよ。まあマスターランクの歴戦7の HP がだいたい3万100ポイントなんですけれども、エンシェントレーシェンは上位なのにその倍以上6万7500ヒットポイントがあると。こんなにえげつないねヒットポイントがあるので、まあ倒すのに時間がかかるっていうクエストだったんですよね。でこれを倒すことによって何が得られるかっていうと、まず重ね着、こちらです。うんっていった感じですよね。でもう一つは、まあ、メインというのはこっちかな。まああんまりランスは関係ないんですけれども、片手剣と双剣の武器、まあコラボ武器を、まあ、強化することができると。で今来てるホライゾンコラボでその最終段階が作れるので、まだ作ってないっていう方に関しては、まあ、エンシェントレーシェンを倒した方がいいと思います。というわけで今回はエンシェントレーシェンの方をソロで、行ってみましょう。関しては、まあ連れてきてもそこまでね問題ないので。おっと切れてないで、なんか見つかってる。でこれを落とすことによって開幕からこの周りにジャグラスを倒すことができる。ここで吠えてくれたらラッキー。残念。ここまで一連の流れ危ない。一応傷つけができるので、あーカウンター間に合わないのか今。さあ抱きついてこい。そうこれ抱きついて、近くにワープしてきたら大抵抱きついてくるので、こうやって傷つけのチャンスです。これね1箇所ねやるだけで全体に、柔らかくなりますのでかなりやりやすい。これは2連、これ一番弱い技ですね。で周りの憎い鳥が飛んでるのが分かりますかね。これのせいでずっと継続ダメージを受けるので、回復カスタムつけてても普通に逆上が発動しやすいようになってます。でこうやって遠くにねワープされた時がめんどくさい。近く来い近く。こういうのもまあその修正前はめちゃくちゃやってきたから、ただでさえ、HP が多いのに全然倒せなかった。ちなみに今の高速攻撃です。立った状態で1本指を突き刺してきたモーションの時はこれはカラス、高速技ですね。今のは1回でしたけれども、敵士、こいつにも敵士があって、敵士を取ってきたときはあの3回になります。ジャグラスを呼んだときですね。ジャグラスをいなくなれば敵士は解除されますので、よいしょ。ジャグラスを呼んだときが一番大変と。さあどこへ飛ぶ。貴様は誰ぞ。これ3連ですね。なんか植木声をね上げながらやる攻撃かどうかで変わってくるんですよ。これはパワーガード、ガード性の効果1で来てますけれども、5で来てても今のはノックバックします。えげつない。さあ次行きましょう。はい、できます。角破壊できるとね周り飛んでる憎い鳥とか、呼ばなくなるので、まあ、弱体化ですね大幅な。よいしょ。これね本当はカウンターグローとかしてねいければいいんですけど、いけないんですよね。普通に木遁の判定になっちゃうので、まあ、柱間です柱間。あーずるいね。ちょっ
ちょっと近づいていこうか。年そうカラス、また本当傷つけたいんだけど手が早い。でちょっと脱いでおきますか。大好き。ちょっとねタイミング悪かったな。どこにいるか分かんない。うわーずるい。これは3連、一本差しをね、立ったまましてきたら、おっとそれかパワーガード。あれ、あ猫向けてやってんだ。あさあ呼んだら、転身を着て、ちょっと待ってね、ちょっと待って、ジャクラスどこ、ジャクラスどこ、早く来い、ジャクラスどこいんの。さあこれ高速1回かな、あ1回だね、3回やってくるんですけど、ジャグラスいるときは普通にジャグラスの攻撃でもこれ転身剥がれますから、ね、やばすぎ。じゃあ終わったかな、終わった。さあこっからはまた楽な時間が始まりますね。さあこれで脱いで、これね終わったらすぐ脱ぐことが大事です。また次でね、使わなきゃいけないので、それまでに。さあこれで壊れて、さあ傷つけを消しておきますが、これでしばらく弱体です。本当に弱くなります。まあ、カラスをね、周りにまとわなくなるのと、ジャグラスを呼ばないので。おっとそれ行為すぎ。どうしよう、これね分かりづらいのでね、それが一番こいつの強いところかな、攻撃モーションが分かりづらいっていうところ。あとこの飛ぶ位置が分からん。さあこれはパワーガード必須のやつですね。よいしょ、よいしょ。さあこれはワープ、近くにワープしてきてほしいけどしない。それどこーどこ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 、おお怖っ。でこの状態だとワープが全然弱体化されてるので、普通に歩いてくる。普通怖いよね。これねちょっとねまだねカウンターのタイミングがね合わせられない。もっと早く入力すれば全然問題ないんですけれど、結構ギリギリを狙おうとするとどこにいるのかな、どこ行ってんの。そカラス当たらない、当たらない。これパワーガード傷つけたいね。後半に行くたびに傷つけができなくなってくるのはだんだん隙が、この今の状態出だしから速くなるんですよ。だからワープした直後の攻撃がめちゃくちゃ速くなるので、今のしたいけどね、一発目間に合わない限りできないんだよな。これいける？あ、無理ですね。さあどこ行ってるんだい。さあめんどくさい時間が始まったね。どこだー、難しい。これがね、これが難しい。これまたワープするでしょ？あ、違う。ありがたいね。よいしょ。もう一段階頭破壊できるので。さあ、そっちが来るか。ここでこれ使っとこうか。あれ？てか、ジャグラス。さあジャグラスがエンシェントレーションがね、なってるうちにもう終わったかな。ちょっとそっちじゃないよ。これジャグラスの攻撃でひるむのね嫌だよね。俺一番最初のワールドのチュートリアルで、ね、苦戦しましたから、ダンス使ってなんかジャグラスいっぱい倒すやつ、あれでジャグラスがきつすぎて多すぎて普通に大変だった。終わって、よし OK。 そしたら終わったので脱いでおこう。
そしたらまたいつもの戦いに戻る。え、これ連れてくんのやめようかな。あ、珍しい。これね、こうやっと、外した。本当はね、今のね、ルーン石を当てると、あれがね、壊れるんですけど、当てられなかった。せっかくの見せ場だったね。オッケーオッケー。よし。この状態の弱体ってどうなんだろう。またね、エリア移動してあっち行っちゃうと、また多分強化しちゃうんだよね。さあどこだっけこれ、どこ移動すんの分かんない。あ、上だ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 。冬の装いはとりあえず着ておく。カラスだけか。あー、オッケー、じゃあいいや。だからとかね、上に行こう。この時は上に行くとね、あのここしかワープしないから戦いやすい。この上だけでの。オッケー。さあ傷が治ってるから、また傷を狙っていきたい。これ端にいればいいんじゃないのこうやって。ブワッ。さあ2回目でカウンタークロー。何、あー来たね。さあジャグラスたちが来たら逃げます。このフィールドでジャグラスたちが来たら逃げます。こっちへ逃げて、そうするとジャグラスたちだけ来てくれっから。ほら戦おうか。また上行くよ。ほらこっちで戦おうよ。あぶろー、ちょちょちょ、危ない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 。とりあえず回復薬使っとこう。そし脱いでおいて、後ろどこだ。早すぎ。あー早っ。おいおいおい、めっちゃマップすんじゃん。これで終戦前とかほんとやばすぎでしょ。 OK、 もう壊せるとこはないのか。もしかして、早い。さすがに撃たせない。撃たせてもよかったから、一応緊急回避すれば全然避けられるって。次やってきたら緊急回避で避けますか。危な、怖。おい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 、本当強いよな。本当最終ラウンドだけめっちゃすごいな。あー、ワープをしてこなければただの雑魚。ワープをしてきた時が強いね。こういう部分で猫にタゲが行くのはまあいいかもしれない。最終ラウンドだけ早い。でもう少しで倒せると思うんだよな。チュ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 チョー。あ、来た。じゃあ見せていきますか。どれくらいタイミングいくんだろう。危なーい。結構地味だね。思ったよりも地味だった。こんな地味だった。もうちょっとド派手な感じだった気がする。 OK。 ちょっと強いけど全然危なげはないから、だから極秘ほど全然強くない。ただ本当に HP が多いだけ。これめんどくさいな。珍しくジョンドゥが死んだ。もう
少しのワンじゃなくて、本当におお、めっちゃ来る、めっちゃ来る。ああ、この上で戦う？おっと、危ない危ない。よし、全部処理終わった。本当はね、突進をしたいんですけど、突進をね、する機会が全然ないから。ちょっと脱いどこうか。こうやって端から端から攻撃しよう。おお、やっと終わった。で、時間は27。やばいよね、この状態。27分だからね、極撃よりもめちゃくちゃ HP 多いってことですよ。マスター装備でこんだけ時間かかるんですからね。全然難しくはないけど、本当にただただ時間がかかるっていうだけのモンスターだからね。ワールドの時はね、本当難しかったのがよくわかります。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。